はい、皆さんこんにちは。 N ゆび子で英文法と英作文担当してます三浦です。 N ゆび子英文読解中学復習英語の中木でございます。さて、前回の話の続きですけども、困ったらここから始めよう英文読解2回目なんですけどね、どうしても全然読めないという場合に、精読も大事だけども、まずはすごく優しめの英文で、なんていうんですかね、成功体験の積み重ね、そうですね、自信をつけて、はい、そうですね、はい、面白がってもらえれば、はい、でもやっぱり精読も、そうですね、そうなんですよ、やっぱりこう、多読だけでこう読解力をつけるってやっぱり相当時間もやっぱり必要ですからね、ある程度こう文の仕組みをこうやっぱりこう意識的に学んでいくことはやっぱり必要ですからね、で、じゃあその一文の精読をこうどういうふうに学んでいくかなんですが、まずやっぱりもうこれ第1回でもちょっと話しましたが、はい、まずはもう授業にまずは基本的にお任せいただきたいですね。自分も自分が高校生の時に、参考書を読んで、で一生懸命やったんですけど、やっぱ難しいですね。そうですよね、でやっぱりなんだろう、その本によって説明の方法がね全然違うという。ちなみに何やりました、高校生の時。高校生の時、私はすみません、恥ずかしながら精読と呼べるような勉強はほぼ、あ、そうですそうなんです、そうなんです、残念、恥ずかしながら、もう本当にもう多読、あ、そうなんですね、そうなんです、意外です、もう多読、気合と根性、フィーリングっていう。僕は英文会社教室、あ、ですよね、やっぱりね、そうですよね、で、すぐ挫折したんですけど、なんかもう英語よりも説明の日本語は難しい。そうですね。そう、僕も確かちょっとこう立ち読みとかして、やっぱり昔のあそこら辺もって、もちろん今の講師になってから見たらもう領書ばっかなんですけど、やっぱその、図の書き方ってちょっともうなんかうっていう、こうなんかこう文があって、こういう樹形図みたいな、そうそうそう、あれがもう最初見た瞬間はハハってなってしまって、で、私とそれでやっぱりもう、あ、いや、もう無理だ、もうここから無理だ、じゃあもうたくさん読もう。ってなって、結果受験の英語の勉強も私は大失敗しましたという自分のこう反省過去も踏まえて、やっぱりまずは精読は授業にしっかり、そう、ね、はい、身を任せていただければ、やっぱり人に習う方が、圧倒的に早く、そうですね、到達しますので、はい、はい、そうですね、特に英語の精読はそういう部分が大きいですね。そうですね、はい、でやっぱりこう、なんだろう、こう、授業でもこれは必ず話すんですけど、やっぱりこうどんな英語学習者でも今その自分の頭の中にある知識や考え方の全部が正しいことってないじゃないですか、やっぱり間違った考え方とか間違ったこう読み方を自然に仕入れてる場合って絶対あるんですよね。そこはやっぱり本で読んでいても絶対それは自分が誤解してることに絶対気づかないので、そこはまず授業でやっぱりもう僕はこう一つずつこう解きほぐして、ね、やっぱここで、ね、やっぱ N 予備校のこの双方向の仕組みってやっぱり便利ですよね。そうですね、よくありがちな誤解みたいなものが、こちらからもね、ヒントで分かるんで、そうですね、で、こう皆様の反応レッスン見ながら授業できるんで、本当に、やっぱりいいですよね。そうですよね、CM あからさますぎますね、ちょっと。いや、本当にね、これ、我々にとっても影響がありますよね。そうですね、ここでこう間違えるのかね、そうですね、だ、本当だからそういう意味でなんかちょっと話は若干ずれるんですけど、やっぱ授業は生で受けてほしいですね、やっぱりね。そうですね、うん、そうなんですよね、お互いにとってプラスになりますよね、本当そうです、そうで、そのまずはその授業でしっかり理解した上で、で、その授業でやった単元を、僕問題集もいろいろこう授業で紹介しますので、で、その該当単元をその問題集で自分で解いていくっていう、こういうサイクルを作っていきたいですね。僕点と線という言葉いつも使いますけど、僕はこう点を、正しい点をしっかり打っていくので、僕は正しい点を打った後にこう皆さんがこう結ぶ線ですね、そこを引いていってもらえればという流れを作っていきましょうと思います、はい、はい、じゃあそうですね、ある程度精読をできるようになったらば、はい、今度長い文章、そうですね、はい、その辺の話はまた次回、そうですね、あ、ちょうど5分くらいですね、はい、また次回に話しますのでお楽しみに。